はい、皆さんこんにちは。本日はですね。こちらクーカム3ウルトなんですね。動画を公開させていただいた。まあ次の日の。 動画となっております。そこでですね、まあ、この空間3ウルトラが到着してからどんな感じだったかっていうのを簡単にですね、最初お話しさせていただいて、で、その後ですね、このスペックをですね、X4 とこちら、インスタ 360X4 とですね、なんとなくの比較をしていってみたいなと思います。映像面だとかというのはですね、今ですね、あの絶賛、あの台風の大雨でですね、一日外出できる状況じゃなかったので、というかですね、このお話、つながってくるんですよ。実はこのクーカム3ウルトラ到着してですね、あんま あんまり時間が経ってないんですよ私のところにでその到着してない状態からですねものすごいこう薪でですね私編集というか撮影をまずして編集をしたって感じでそこから足りていないところを後から収録してみたいな感じで作ったんですがそのですね制作してる間もものすごく大変でですねその動画とかもおとといの動画とか見ていただければ分かると思うんですけどあれも編集をしながらですねどうにか合間で収録をして、まあ、見ていただければなっていう動画を作っただけのものになってしまいました。まあ、ちょっっとですねこのの辺っていうのもなかなか ですねそのスケジュール感だとかっていうのも一人でやっている家にですね大変だったっていうのがまず一つ言い訳みたいな形であるんですけどどうしようもない理由っていうのもございましてその期間が短かかっっっったたってて言ってもででですすね1日集中できればまだ良んですよところがですねその他にやることがありつつそれをこなした後に私普段からですね収録に行ったりだとかまあその動画を編集作成したりとかしてるんですけど収録にですね本にですね 本当に行けなかったんですよこれですねいくつも理由があるんですけどまずはなんですけどもちろんこの酷暑なのでもうめちゃくちゃ暑い中でですね撮影にあんまり行きたくないなと思いつつも暑い時間帯のですね映像ってのもものすごく大事なのでそこはですねどうにかここパッといってですね撮影してきたってところであんま困らなかったんですね。ただですねそれ以外の 映像こういうところを撮影したいなとか例えばその屋上で撮影したところとかっていうのもなんですがまあ全部ですね雨の合間どうにかですね雨の合間で撮影できてこれですねどっか一つのシーンでもですねあの晴れ間がなかったらなんですけど。 映像完成してなかったんじゃないかなぐらいタイトだったんですよそれぐらいですねちょっと私が動ける時間帯にですね動ける時間帯に撮影できるような環境天候ではなかったっていうのがですねございましてものすごく大変でしたこれに関してはここまでですね収録に 苦労したのってあんままりななないいいじゃかなと思いますね例えばなんですけどまとめて収録したかったら1日ですねこれを持っていって公演等にですねお出かけしてまあ大体のあらすじは作ってあるのでそれにのっとってですね収録をしていけばまあ,あの9割方終わっちゃうはずなんですよね。それをですね、まあ、どうにかこうにか編集をしていけば大体これぐらいに公開をしたいっていうのは分かっていたのでそれにですね合わせて動画を編集すればいいだけなんですよ。でこれはいいだけなんですよっていうのは普段はですねすごく頑張って作成してると というのははままあちょっと苦労はしますけどねそこまでこう詰まったことってなかったんですけど今回に関してはもう全くその状況が違ってですねとにかくゲリラ雷雨とか酷暑ですよねで酷暑でその時間帯を逃してさあの撮影行こうとかしたりするそのゲリラ雷雨あとはその夜の撮影とかってもです、ね、夜がなんか結構な確率で雨降ってくれちゃってて本当ですね大変だったんですよね。でそれと同時にいろいろとこう私もですねやらなきゃいけないことって当然日々あるわけでそれとの組み合わせプラス撮影っていうのがものすごく大変だった 編集に関してはですね、まああの、いつも大変は大変なんですけど、どうにかこなしてこなすというかそんなに難しくなかったんですけど、とにかくその撮影が大変だったっていうのは初めての経験でした。そのような状況でですね、どれぐらいこの空間のスリルとトラの魅力を伝えられたかなっていうのはですね、ちょっとですね、わからなかったんで、よかったらですね、コメント等だいて、またはですね、この後どういう動画を見ていきたいかとかっていうのを私にアドバイスいただけたらとっても助かるなと思っております。はい、ではですね、あのまあちょっと言い訳みたいなですね、前半部分終わりにさせていただきまして、こんな話はあま面白くないと思うので、ただすごい苦労しましたっていうのをちょっと お話ししたたかったんですよねでですねこの後なんですけど今ですね画面に空間の3ウルトラとですねインスタ 360X4 の、まあ、その仕様の画面ですねっていうのを並べておりましてそれをですね見ていこうと思うんですねでインスタ 360X4 なんですけどまずなんですがセンサーサイズは1 2分の1インチとなっておりますに対してこの空間のすりウルトラは1.7分の1インチとなっていて、まあ、これですねもうそもそもに使われてるセンサーサイズが大きいわけなんですねおおこれもやっぱりちょっと違ったんだな とこういういうに見比べてみてみ感じましたそして F 値の値です。絞りの値ですね。これ絞りっていうのはですねあの固定絞りなので、まあ、そのレンズの開放の明るさですね。が F 値としては X4 が1.9の えっと、空間 3L とルうのがエクチ1.6とです、ね、ものすごい大口径のですねレンズを搭載しているわけですね、まあ、この辺でですね結構差があの暗所の撮影とかで出てきそうだなっていうのがパッとです、ね、見てございますねそしてこの 35mm の換算の焦点距離の値ですねこれは魚眼レンズみたいなレンズなのでちょっとですね値としてこの直感的なのかどうなのかっていうのはこの360度カメラではハテナなんですけど 35mm 換算の焦点距離としては X4 が 6.7mm ものすごい広角ですよね でですねこの空間をスリルドラがですね意外や意外にですね9 3 6ミリと意外とですねまあすごい超超広角なんですけどこの6 7ミリっていうところから見るとですねちょっとあこんなに。 まあ、広角,広角超広角の中では強角なのかなみたいな感じでちょっとびっくりした感じですこの超広角域の1ミリの差ってものすごくでかいんですけどそれが3 4ミリぐらい違うんで 3. 3 3ミリかな、まあ、そう考えるとまあかなりでかい差なんですよこれがですねこんなに差があったんだっていうのがちょっとびっくりしたところそしてですね解像度の話ちょっとしていきたいと思うんですがともにですねこの 8K っていうのがマックスとなっておりますそして 8K の中で、えっと、30フレームがマックスでその下2425と とありまして 8K はこんな感じでその下が 5.7K になってくるんですが 5.7K もですねこのインスタさんのこれ X フォンの方は 5.7K プラスというですねまあその 5.7K の割にものすごく綺麗に収録できますよというモードがあって 5.7K と 5.7K プラスでちょっとモードが違いますで 5.7K プラスの方は302524フレームとそれぞれになっておりましてこの辺というのはですねその 5.7K の通常のモードよりはあの撮影できるフレームレートが少ないですでここはですね数字一緒になってくるんですが 5.7K 7K 同士だと、普通の 5.7K 同士だと、60フレーム、50フレーム、30フレーム、25フレーム、24フレームとですね一緒ですね。で、この下に 4K がございまして、4K に関してはですね、こちら、空間の3ルートラの方がですね、ちょこっと優れておりまして、こちらはですね、4K は120フレームまですね収録できるんですね、空間の3ルートラに対して X4 は100フレームとなっております。まあ、これですね、360度抑えられていてですね、100フレームも120フレームも結構十分な値だと思うんですけど、実際にですね、そのタイムラインが30フレームだったら、4倍 ぐらいのスローまでですね撮影できるのでまあしかもですね 4K で撮影しても結構綺麗に収録できていたのでこの辺はともに一緒ですというところがですねちょっとですね、まああのー、利便性として差が出ちゃうかなっていうところですねでこのシングルレンズモードっていうのを共に搭載しているんですけどこれちょっと残念なところだなと思ったのが空間の3ルーターの方はそのままではです、ね、使えないやっぱり書き出しの作業は必要というところになってきてでモードとしては 4K ですね60フレーム50フレーム30フレーム25フレーム24フレームとなっておりますに対してですね こちらの X4 の方がですね、60フレーム、50フレーム、30フレーム、25フレームに24フレームと一緒でございます。で、この1個下のモードがですね、ちょっと違いまして、X4 は 2.7K180 ピートですね。それぞれモードが選べます。その中でですね、まともに60フレーム、50フレーム、30フレーム、25フレーム、24フレームとなっております。ここでですね、ま動画の容量を抑えることもできるという考え方なのかなと思うんですが、クーカムスリーダーの方はですね、3.4K の100フレームっていうモードがですね、用意されて。 るんですねこういうところを見てもですねやっぱりそのスロー、まあ、あのハイフレームレートな撮影っていうのに結構こだわってるのかなと感じがいたしますあと X4 の方はですね、まあ、これはちょっとバリエーションの撮影な感じでこのミーモード要はなんですけど自撮り棒をこう持ってですね自分を写すようなですねちょっと面白いモードがあってそちらに対応しているっていうのもですね付加価値でございますね。で写真のの画素数の方はなんですが まず X4 が7200万画素とですね1800万画素と2モードございますに対してあの空間のスリルトの方はですね9600万画素と2400万画素となっていてそれぞれやっぱりですねここら辺でその画素のですねあの数字がちょっと変わってきますねなのでこれベースで使われているセンサーとかもちょっと違うんだと思うんですよねでこの動画のフォーマットの方はこの MP4 がシングルレンズモードで360度の方がインスタ360様ですねっていうあの フォーマットとなっておりますで動画の方はですね神田尾さんの空間むすりウルトラの方は MP4 となっていて写真フォーマットの方は JPEG か DNG となっておりますに対してやはりですねこの X4 の方が、えっと、INSP というですねこのインスタさんのくさんのフォーマットプラス DNG となっていて、まあ、ここですねここら辺はちょっと設計の思想の違いなのかなという感じですね書き出すことを前提にしっかりと撮影するのと、まあ、この空間むすりウルトラもですね書き出すこと前提ではある そもそもにこの JPEG を採用しているというところで結構ライトな感じもするんですよね。であとはですね、こう見比べていて、えっと、気になるところというのをです、ね、話していきたいんですがまず動画の撮影モード X4 はですね動画の撮影ですねそしてアクティブ HDR タイムラプスタイムシフトバレットタイムループ録画プリ録画とございます。まあ、このようにですね、多彩なモード動画だけでも多彩なモード写真の方もですね写真 HDR 写真インターバルスターラプスバーストとあってですねいろいろとですねそのバリエーションに 楽しめて、あとそのいあのデスクトップアプリケーションとスマートフォンのアプリケーションでものすごくですね、いろんな編集も気軽にできる AI をですね、積極的に活用しているメーカーさんなのでそういうところがとても楽にはなっ,てるなっておりますね。でですねそれに対してこの空間結びウルタの方は360度、えっと、動画ですねそし,そしてタイムラプスとループ録画写真モードの方が360度写真とインターバル撮影 DNG8 これ d n g をですね8枚バッと撮影して、まあ、合成を行いのモード そして AEB 撮影となっていてちょっとですねやっぱここら辺でもその思考が違うんだなって感じがいたしますね積極的にユーザーがですね手を加えていくのがクーカム3ウルトなのかなそしてコンピューターと一緒に作り上げていくのがこのインスタ360さ,さんのですね思想なのかなっていうイメージが私はございますでこれですねあのアクティブ HDR とかですねなんとなくこの動画のモードだけを聞いていると x 4の方が優秀だななんかモードいっぱいあるなって思うかもしれないんですがこのクーカム3ウルトはですね私の この感想のの中でで一番ですねこのモードを搭載したのがでかいなと思っているのが、えっと、BT2020HLG 撮影というのがまあ撮影できるんですよ。これはどういうものかというと HDR ですね、要は明るいですね、HDR1000 とかいろいろ書いてあるディスプレイ見たことあると思うんですけど、それで見るとですねもうとっても綺麗な映像で収録できるというモードなんですが、これがですね色情報も1 0ビットになるんですよ。で、1 0ビットを搭載したですねこういった、まあ、アクションカム形状の360度カメラというのはないんじゃないのかなと思うんです。 今まででのの流れビットっていうのがそしてさらになんですけど DR ブーストダイナミックレンジブーストだと思うんですけどというのでもうほんと色彩豊かにですねいろんなですねシーンでですね映像をきれいに収録できるモードっていうのを飛び道具的に2つ準備してくれてるんですよこの2つがあることによってですね私ですね久しぶりにこの360度カメラあの久しぶりにというかですね360度カメラで立体感を感じる映像が撮影できたのちょっとびっくりしたんですねそれぐらいですねこの色情報の,このスムーズさと 捉えているですねダイナミックレンジの広さっていうのがあってその映像がですねうまく分離感っていうのかなまあ改感とそのなんかその背景と人間がいたとしたらその分離感があって、まあ、この辺がですねものすごく私綺麗すごいなって思ったっていうのがですね、まあ、率直な最初にいじくった時の意見でございましたでですねこの8ビットまでの対応の10ビット対応のカ、えっと、ンダムクーカム3ウルトラに対して8ビットまでなんですがこのインスタ 360X4 ただですねこののビビッットトトレートっていいうのはです、ね、一番高いですすねね番高 設定して使用してるんですが、こちら X フォンが二百メガバイ、え、二百メガ BPS になるんですね。に対して えっとですね、この空間のスリルドの方が 150Mbps 容量としては抑えられてる感じなんですよただですねあのはっきり言ってこの 8K の動画って軽いデータじゃないんで共にもうバカでかい容量の,あの動画のデータになると思ってください結構ですね重たいですよこの辺っていうのが 8K を使い続けるのか果たしてこの 5.7K にするのか 4K にするのかっていうのもですね結構考えていかなきゃいけないのかなと思います 5.7K っていうものが何でですねこう搭載されているのか 5.7K プラスっていうのがこの、ね、X4 にも搭載されている っていうう理由はですすねねこういうとことろに結構大きくあります、ね、そしてその処理がですね大変なんでしょうけどそういうふうにですねやっぱり高解像度のですねモードにすると熱停止しやすくなりますこの辺はですねちょっと覚えておいて頂いければなと思いますそしてですね、えっと、露出値としてプラスマイナスの EV 値としては、えっとね、4EV が、えっと、X4 に対してそれぞれ 2EV があと、えっと、空間結びルドラになっているのでこの辺ですねマニュアルで設定したりとかするのはですね結構足りないなって感じた時あ 必要ななのかなと思いますそして ISO 感度に関しては100から6400とともに一緒でございますね。で、シャッター速度もですね、X4 の方が優れていて、8000分の1秒から、えっと、120秒っていうのが写真で採用できる X4 に対して、空間カムスリルトラはですね、写真の方は6400分の1秒から60秒となっております。で、動画の方がですね、8000分の1秒からフレームレートで決まる上限値っていうのが X4 に対して、空間カムスリルトラがですね、6400分の1秒のフレームレート設定値となっていて、この辺はですね、上の方の設定が 変わらないですね。ホワイトバランスは2000から1万ケルビンがこちら X4 でで、でえー、とこちらカンダオの空間スウル,ルはですが、ね、2500ケルビンから1万ケルビンとなっていてこの辺もですね、まあ、ちょっとした違いがございますでこれですね音声のモードなんですけどこれ X4 とっても優秀でございましてあの自動風切り音低減モードこれですね他のですねインスタ360シリーズもぜひ搭載してもらいたいなと思うんですが、まあ、それ以外にもアクティブ風切り音低減モードステレ モード方向性強調モードってあって、まあ、この共にですね、音質に関しては私、優秀なアクションカムだと思ってます。アクションカム、360度カメラだと思ってます。そしてですね、この X4 ではなくてですね、神田尾さんの空カム3ウルトラの方は、まあ、そのモードの設定というのはできないんですが、4チャンネルのステレオをですね、えー、48kHz の16ビット、これですね、共に一緒でございます。48kHz の16ビットというのを、それぞれですね、4つのマイクを使っておりまして、その指向性であったりだとか、そういうですね、あの、 空間を検知して感知ししててて感くれてですねその方向の音をですね流してくれるっていう風に工夫されているので、まあ、この辺はともにとっても優秀だと思います。でですねこれがかなり大きな差になるんですけど重量でございますねこちらは X4 の方が 203g となっておりますに対してこのですね神田尾さんの空間結りウルトの方は 336g まあ,あの値として1 7倍近いのかな、まあ、なのでそう考えるとですね2倍近いので相当に重たいカメラとなっておりますパッとこういう風にですね持っても実際に重たく感じますねで重たく感じるっていうのはですねこの捉え方だと思うんですよ私はあのアクションカムっぽい感じで使う このクーカム3ウルトラの方もですねクーカム3の方はとっても軽量なので使い分けですよね動きの激しいシーンではもうそういう軽量なモデルできるだけ軽量なモデルを使うような感じに対してですねしっかりとした映像を撮影したいよっていう時にこのクーカム3ウルトラっていうのは生きてくると思うわけなんですねなので私はそのあの屋上とかで撮った時みたいにですねあれ三脚に固定していてかなり強い風吹いていたのにもう風切り音をですね ししししっかりとててくれて、ね、相当びっくりいたしましたまあれあんなに風切り音を抑えてくれるんだなちょこっとよく聞いてるとですね違和感感じる音だったりとかするんですけどここまで抑えてくれるんだなっていうのはすごくびっくりしたところなんですよでこれはですね同じようにこの X4 も優秀に抑えてくれるんですけどやはりですねその定点において撮影をしますという使い方だと環境に応じてですね熱停止しやすいんですこの X4 って。 これはですね結構な違いでございまして X4 は先日ですね、まあ、私がその熱耐性どれぐらいあるかってまとめて撮影した時にも一番最初に近いところに止まってしまったカメラの1個なんですね、まあ、あの15分ぐらいだったかなそれぐらいで止まってしまったので、まあ、その時は46度とかあったんでちょっとですねあの 尋常じゃない気温だと思うんですが、まああの他にもですね外で直射日光の元撮影している時には30分持たずに停止してしまうことがたびたびあってそれが歩いていたりするとですね全然平気なんですよなので微風であってもいいから吹いていてそれで放熱ができれば違うというのをこちらですクーカムスリウトラの方は内部にですね電動ファンを搭載しているんです。 それによってですね止まっていようが何しようがです、ね、風を当て続けてくれて熱静止の心配っていうのがものすごく少なくなってるんですよこういうところでもう使い分けですね完全に私は使い方の違うカメラになったなっていうふうに思ってますでこの360度カメラで今までやっぱり足りてなかったっていうのを思うのはやっぱり画質面だと思うのでそれがすごいですねいいところまで来てくれたんじゃないかなっていうのを感じておりますねであとですねこうパッとですね今見ていって 大きな違いとして感じるところというのを今日はですねしっかり話していければと思うんですがまあ私がですね一番大きく大きな違いだなと思っているのがですね USB なんですよ。 USB Type-C のですね、あの規格というかその使い方、例えばなんですけど、x もですも、ね、そんな使いにくいというほどではないんですけど、データの点に沿ってのはちょっといまいちだし、速度感の話で、で、これ接続してですね、あのカメラとしてですね、使用することができたりだとか、あのライブ配信のですね、まあ、あのアプリケーション等と接続して使えるようになったりとか、いろんな機能っていうのはついております。充電も使えあのできますし。に対してですね、 クーカム3ルーターの方は転送速度がまずですねかなり速いんですよこれに関してはすごく利便性いいなと思っておりますあのわざわざですね SD ガードを取り出さなくてもそれでパーッと転送できてしまうのでこの点は素晴らしいそしてオーディオ関係もですねこの USB タイプ C に例えばなんですけどスマートフォン等のマイクアダプターありますよねあれ接続してマイクを接続するとですねこちらに簡単に入ってくれちゃうんですよそういったですねデジタル入力がですね簡単にできる工夫がされているんですねそしてですねこの USB タイプ C とちょっとですねあの近いところにあるという話になってそのデータ点数の話が出たんでもう言ってしまうと思うんですがこの内部にですねストレージが 128GB 準備されていておそらくシステム領域として 30GB ぐらい使われているので 90GB ぐらいですね使えるんですね それがですね SD カードがですね忘れてしまったまたは最悪パターンで故障してしまったって時があったとしてもなんですけど内部にですねある程度のですね映像を残しておけるんですよこれですねものすごく便利ですよねこういうところがその USB の使い方としてですねとってもすごいなぁと感じておりますで今見ていたらですねこの X4 の方もですね USB タイプ C の3.0なので転送速度はそんなに遅くないと思うんですけど体感ではちょっとですねこの空間スリ u ト u の方が速く感じるかな これ環境とかにもよって Windows でもなんか感じ方違うし Mac でも感じ方が違ったりとかするのでこれは1つの私のですね感想として聞いていただきたいんですけどそういったところがございますあとですね大きいのはこちらはですね空間 3L というのは GPS 内蔵されているので地図とかにですねその歩いたところとかそのデータをですねちょこっと貼り付けたりとかしてですね楽しむことができるという違いがございますねでこうバッとです、ね、見比べてすごい違いとしてはこんな感じでした あとはこの防水性能としては X4 の方はですね防水性能で10メートルというふうな記載なんですが。 クーカムスリュードラの方はですね、えっと、IP68 という風な表記になっていて、防塵防水ですね。あとは水中で最大10メートルとなっているので、この辺は防水機能に関しては一緒ぐらいなのかなと思います。防塵に関してはちょっと記載がないんでわからない感じですね、まあ。バッと並べてこんな感じというところでございます。であとバッテリーのよりはほぼ一緒です。X4 が 2290mAh で、クーカムスリュードラが 2280mAh となっております。まあ、あのアクセサリー関係でちょっと ですね、印象が違うところもありましてそれがですねこちらこのようなですね神田尾さんのですね バッテリーケーケスがあるんですよなのでここに入れて充電をしておいてですね持っていって充電がバッテリーが切れちゃったらですねそこでこう交換するってことが簡単にできるというところは X4 にはですねあの外部で充電器があったとしてもこういうふうに蓋ができてですね携帯しやすいってものはなかったと思うのでちょっとした違いになってくるかなと思いますまあこう2台並べてみてですね共にとってもいい,い,いカメラです。 正直ですねあのパッと使ってですねどっちがいいかってもうほ好みでもいいと思うんですけどさっきもちょっと言いましたけど AI とこのコンピューターとですね人間がですね共,共存というか一緒に作業して動画等をですね作りやすく使いやすくしてくれているのがこの X4 に対して人間のですね依存度っていうのがものすごく高いまだですね自分がこう動画動画というかその360度から書き出すところでいろんな作業っていうのが自動では行えないけどすごくですねそのの短い期間ででこの神田さんもですねデスクトップアプアリ ケーションとかっててののもくくしてくれたので使いやすい使いにくいっていことはないんですけどその AI とでどうこうというのではないっていうのがまあその後々の違いというところになってくるそしてその収録できる映像に関してはすごく上限値で見るとなんですけどもうおそらくこの空間のスリルトラの方が綺麗なんじゃないのかなというのをですね感じておりますね、まあ、この辺はですねちょこっとこの後私もですねこちらのチャンネルの方で検証していければいいなと思っております はい、まあ、このような感じでですね比較というかですねいろいろ見てみてですねこのスペック表を比較しながらですねあの今こう私もですね見ながらこういうふうに考えたのって初めてなのでちょっとああこういうふうになってたんだっての驚きもあったんですが皆さんいかがでございましたでしょうかともにですねすごくいいあの360度カメラなのでどちらをですね入手頂い,いても楽しんでいただけると思うんですけど熱耐性っていうところだけを見るとなんですけどおそらく空間ュート導の方が安定してんじゃないのかなっていうのはですね、まあ、今のところの感想で ございますこの辺もちょっともうすごく暑いうちにですね1回試してみたいなと思っているので結局東京の方はまだですね35度平気で超えてくるので、まあ、あの暑いは暑いです。でこの熱停止という点はあのインスタ360さんに関してですね X3 は比較的持つんですけどこの X4 で結構顕著になってきていてさらにその前のインスタ 3601RS ライカ1日360エディションこちらもものすごく熱停止がしやすくてですねこの配置 これですねとっても使いやすいんですけどセンサーがこうパンパンと前後に並んでいてでこの前後にこのデメキンのレンズがついていて下の方におそらくコンピューター等が入っていると思うんですがこの配置にですねちょこっと放熱の無理が生じてきてるんじゃないのかなっていうのですね私は感じております。それによってあれだけ大きな筐体であったインスタ 3601RS ライカ1日360エディションとかもですね熱静止っていうのは比較的しやすかったしこちらの X4 っていうのも炎天下だとか、まあ、やっぱりちょっと感 過酷な環境になるとパッと熱静止をしてしまうんですが先日のその熱静止の比較の時にクーカム3ですねウルトラじゃない方あちらはですねこうやっぱりですね上から見た時にこのレンズとセンサーの位置っていうのがずれてるんですよで熱をうまく逃がす構造になってるんだろうなっていうのがなんとなく分かったんですねそこででバッテリーストレージが切れるまでですね安定して収録して1時間を超えても収録できていたんですねそういうですねあの360度カメラってあんまりなかったので私ちょっとびっくりした感じだったんですねまあ私はですね てるその360度カメラっていうのもこういうコンシューマー向けっていうのかなその一般の方が買いやすい価格帯のものばっかりだったんですけどこのですね空間スリルトラに関してはその辺にちょっと切り込んできてるなという意欲的な部分っていうのは本当いろいろ感じられるんですよ GPS も入ってるし内、ね、部ストレージも入ってるしこの空冷ファンが入ってるしであとはこういう風にですねちょっとですねこれ設計的にまだ甘いなと思ったんですけどこのカバー レンズカバーですねこれちょっとこの端っこの方に爪引っ掛けてですねポコッと簡単にこういうふうに外れちゃうなのでですねおそらく何かこうぶつかっったらでですすねポロッと起こっちゃうんですよそういうところをまだまだですねもうちょっとこう煮詰めてほしいなと思いつつもありながらなんですけどこういう高画質なモデルでまあ似たような価格帯のもので競合機種が出るっていうことはその業界に対して何も悪いことはなくこう切磋琢磨っていうのかなこういうふうにお互い高め合ってですねどん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 いいものが今後出てくると思うのでまあ願うかばですねお値段を抑えめに きれいな映像が撮れるさらにきれいな映像が撮れたりだとかもっとです、ね、便利な機能が搭載された360度カメラを登場するのをです、ね、私待っておりますという形で楽しんでいこうと思っておりますはい、まあ、こんな感じで雑談のみにまたですねなってしまいましたがこの2台をです、ね、簡単に並べてお話をさせていただきましたまたですねこういうの映像で,です、ね、皆さんにいろいろと見せあのお見せさせていただければと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたしますでは最後までご視聴いただきありがとうございます失礼いたしますバイバーイ